こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はバーストモードが来ているのでやっていきたいと思います。はい、バーストモード、今回は身勝手の極意、こちらのステージですね。はい、こちらです。スーパー2。はい、私こちらでやってみます。高速戦闘で地対属性、そしてあとはこんな感じでございます。だいたいいつもね、私6000いけなかったので5500とかね、一歩手前のところまでしかやってなかったんですよ最近。でも今回はちょっと久々に6000やってみようかなと思います。はい、パーリー編成はこちら。高速戦闘で私が持っている地と対属性の強いキャラ詰め込んでおります。新しいロゼがいるのでいいんじゃないかなと思います。それではバトル、レッツゲットスタディーですが、ちょっとね途中からになっております。はい、ちょっと最初の方録画しておらず途中からになっておりますが、ご了承いただけると嬉しいです。超激戦のねバーストモードだから何戦もあるんだよね。バーストモードがね最初に実装された時のことを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。なんだこれはと思いました。私はバーストモード何？何なの？って思いましたよね。皆さんもきっとそう思ったんじゃないかな。まあ今となってはねもう恒例行事みたいな感じでね、運動会みたいな感じになっておりますが、っていうか私はそんな気がする。バーストモード結構ね楽しみにはなってきたかな。でもやっぱりちょっと大変なので6000ポイントはねなかなか最近取れてなかったんですよ。5000とか5500はかろうじていけてたんですけどね。でもねもうそろそろ本当に今回6000ポイント狙わなきゃと思ってね、まあ大好きなロゼの新キャラをゲットできたということもあってやる気が起きております。うん、やっぱ大事よね。好きなキャラをゲットできた後の難しいイベントとかねバトルとかってやる気出ますね。うん、やはりそれは大事かなって思う。何の話してんだ。ロゼかっこいいんですよ。この新ロゼね、まあいろいろ言われてますけども、うん、なんかインターナショナル版のドッカンバトルねの方で最初に実装されて、その時に結構いろいろ言われていたみたいですよね。私あんまりね情報見てなかったんですけど、まあでもね日本版に来て実装されてなんかちょっと強くなったのかな、性能とかも。まあよくはわからないんですけど、そんな話も聞いたんですけど、だからこんなに強いんですかね。でもさ、これだけ強いと全然ありだと思うんですよね。うん、私としてはビジュアルもかなりかっこいいと思うし、新ロゼに関してはとりあえずかっこいいですよ。ソークオーですよ。まあ、ロゼの話しか今してないけどね。はい、今日は高速戦闘のパーリ編成で、まあ、リーダーはこちらのね神次元悟空ベジータなんですけども、今ベジータに変身させました。うん、私もよくね使い方が分かんないんですけど、自分のリーダー、そしてフレンドさんでお借りしているキャラが同じじゃないですか。で、片っぽだけ変身させて並べるとリンクが合うよみたいなことをね、教えてもらったこともありまして、そうやって使うといいのかなーなんていう感じで、なんとなくやってますけども、どうなんだろう。性能的には多分変身させない方が、このキャラはアタック無限上昇とかがあるっぽいのでいいのかもしれないんですけどね。まあいいかって感じでやっております。うん、高速戦闘はロゼがね入ってるからいいね。だから今回のバーストモードがそうなったのかな。さあ使えますよ、フィールド。
はい、行きましたね。これはもう時空の切れ目ができているので、めちゃめちゃ極刑強くなりますから、敵が長刑だからちょうどいいですね。長刑には本刑がいかないので、極刑だけ強くなる感じです。これ本領発揮かもしれないね、ロゼフィールド。これは本当にかなりいいんじゃないかなと思います。分身ロゼ、実際のね、アニメーションの方はロゼが本当に何体も何人いたんだろうね、あれはね。でもね、このキャラになってこちら側が常に3人攻撃するときに、受けるときにいる感じなのかな。ね、ほら、3人ですよね。待たせたなの後に、私がゲットしたときはね、出てきたんですよ。ガシャでね。だから、すごいよね。3人、トリオ続き。もう何言ってるかよくわかんないけど。まあ、そんなね、おかしな、つながりもあったりして、本当にこのロゼガシャはドッカンフェスはすごくいろんな意味で印象的でした。私は少し前に切り抜き動画もね、出させていただいたんですけれども、かなり自分で見返してみて、すごい感情の起伏あるなと思いました。まあでもね、それを見て、楽しんでね、いただけてたらいいなと思ってます。はい、バーストモード、そろそろね、もうこれ最終戦ですので勝ちたいですね。ショート動画もね、出させてもらったんですね、昨日かな。それは初見でやった時の様子なんですけども、初見でね、やってみて、まあ今と同じ選択とポイントでやってたんですけども、いきなりね、元気玉悟空にめちゃめちゃなダメージ受けまして、ベジータが。で、負けたんだけど、すごいなんかその負け方がね、笑っちゃったんですね、自分で。だから、ちょっとショートとして、上げさせていただいてるので、そちらの方まだ見てないよっていう方がいらっしゃいましたらね、よかったら見てね。面白いなと自分ではちょっと思ったので。はい。なかなかいい感じですよね。いい感じですよね。ロゼはね、この新ロゼは、やっぱ一番手が一番いいなって私は思います。一番手だと、ダメージ軽減。自分が攻撃する前はあったりするので。で、二次キダムをね、取れるだけ取った方がいいみたいですね。で、まあ、ここに関しては、得意属性にもなっている。だからすごく、強いんじゃないかな。めちゃめちゃな攻撃数ですよね、数。でもね、全然大丈夫だ。さすがですね。本当に強いね、フィールドを使った後とかも。かっこいいですよ。本当にかっこいいです。ザマスとロゼは、極系で私が好きなキャラ、1位、2位ですね。ザマスが1位かもしれない。そしてロゼが2位かな。あとは、17号も好きなので、よいしょね。極系で好きなキャラって、それくらいかな。オッケー、かっこいいです。いい感じで勝てましたよ。はい。今回、久々に6000ポイント超えで、クリアすることができました。はい。皆さんは、どうでしたか？バーストモード。もしまだね、やってないよっていう方が、いらっしゃいましたら、ちょっとでもね、参考になったらいいなと思います。まあ、あまりバトルに関してのお話はしてなかったですけども、
はい、こちらが今回選択した内容っていう感じですね。6040スコア取れましたね。だいたい選んでるのは一番上の選択肢の中の一番上っていう感じですかね。はい、ということで6000ポイントいけたので、あと一つのミッションは簡単にクリアできるかなと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。